昔はグーだからパーの時に。まだまだ続く。カートゥーンネットワーク。バービーの歌とダンスがたっぷり楽しめる長編ミュージカル作品が登場。バービービッグシティビッグドリーム。サマースクールに参加するためバービーがやってきたのはニューヨーク。なんて素敵なところなの。そこで出会ったのはなんと、私バービー。私もバービーよ。全く同じ名前ってこと。まさかの同姓同名ですぐに意気投合した2人。舞台に立てるのはたった1人だけ。ハードなレッスンに心が折れそうになったり、友達でしょ、ライバルよ、誤解ですれ違ってしまったり、それでも夢を諦めずにスポットライトを目指してベストを尽くそう。一緒にね。バービービッグシティビッグドリーム、10月10日午後2時と夜8時スタート。カートゥーンネットワーク。おかしな青い猫ガムボールの毎日は、おかしな親友、おかしな家族、おかしなクラスメイト、おかしな人ね、おかしな隣人たちと巻き起こすおかしなことだらけ。おかしなことが起きてる気がする。おかしなガムボール、月曜日から金曜日午後6時と夜9時。お楽しみに。カートゥーンネットワーク。ケロロ軍曹、この後すぐ。カートゥーンネットワーク。やあ、僕は KO。 今日は僕が働いているガーの店のスタッフを紹介するよ。彼女はレジ係のインド。いつもクールでめったにやる気を出さない皮肉屋さん。いろんな武術に長けている姉御肌のヒーローだ。心配しないで、援護するから。彼は商品補充係のアット。マジカルパワーを持ったマッチョでおバカなエイリアン。意外に繊細なヒーローなんだ。ちょっと疲れてるだけだ。彼はオーナーのミスターガー。すっごくパワフルでみんなに尊敬されているヒーローだ。唯一の弱点は僕のママみたい、キャロル。そして僕、新米スタッフの KO。 史上最強のヒーローを目指して修行中なんだ。みんなのこと助けに来たんだよ。みんなぜひレイクウッドプラザターボのガーの店に遊びに来てね。 OKKO 目指せヒーロー。カートゥーンネットワーク。